皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社クルーズツアーに同行した添乗員の声を紹介いたします。プライドオブアメリカ風光る新春ハワイ4島クルーズ。寒い日本を飛び出して暖かなハワイ4島を巡る10日間の船旅でした。到着前からハワイの雰囲気を感じていただけるハワイアン航空にて、ハワイの玄関口オアフ島ホノルルへ、乗船前にパールハーバーやカメハメハ大王像を見学、プライドオブアメリカに乗船し、ハワイ4島クルーズの始まりです。ハワイの伝統的な首飾りレイのサービスで迎えられると一気に気分は盛り上がってきます。乗客はカナダやアメリカの方々が多かったようですが、日本人も80名様ほどと乗船しており、日本での人気の高さがうかがえます。寄港地はマウイ島のカフルイ、ハワイ島のコナとヒロ、カウアイ島のナウィリウィリの4カ所です。それぞれ島ごとにハワイ特有の雄大な自然の美しさや強さがあり、心身ともにリラックスできます。またクルーズのハイライトであるナパリコーストのシーニッククルーズは、目の前に断崖絶壁の絶景が現れてくると乗客からは歓声も上がっていました。観光以外の楽しみといえば食事ですが、フリースタイルダイニングを取り入れているノルウェージャンクルーズは、好きな時に好きなレストランでお楽しみいただけます。またいくつもの有料レストランもあり、飽きることなくいろいろなジャンルのお料理をいただけます。日本食が恋しくなった時は鉄板焼きがおすすめです。日本人コーディネーターも乗船しているので、安心のプライドオブアメリカでぜひハワイクルーズをお楽しみください。懐かしの客船絵画好評発売中です。詳しくは概要欄をご覧ください。その他添乗員の声を公式ホームページに掲載いたしております。ぜひご覧ください。またツイッターやインスタグラムなどの SNS やメールマガジンを配信中。よろしければチャンネル登録お願いいたします。